ピエロ・タルッフィはイタリアのローマ出身の元フォーミュラ1ドライバーである。オートバイライダーとしてデビューし頭角を表し、1932年にはノートンでヨーロッパ選手権のチャンピオンとなった。また1937年にはオートバイでの世界最高速記録を樹立した。1950年イタリアグランプリで地元イタリアのアルファ・ロメオから F1 ドライバーとしてデビューした。 翌1951年にフェラーリに移籍し、1955年まで所属した。なお1952年スイスグランプリで初優勝を飾った。1955年にメルセデス・ベンツに移籍したものの、同チームが同年のルマン24時間レースで200名以上の観客を主張させる大惨事を起こし、モータースポーツから撤退したために、 翌1956年は再びイタリアのマセラティに移籍した。なお、同年後半はイギリスのバンボールに移籍し、同年のイタリアグランプリをもって F1 から引退した。F1 における優勝は1回。予選での最高位は2位で、フロントローは4回獲得している。1957年のミルレメディア優勝者でもあり、1977年のミルレメディア、 ストーリー化として復活するまでの同レース最後の勝者でもある。また、ミッテミリアと並ぶ伝説的なレースであるパルガフローリオでも優勝している。1960年代初頭の日本のモータースポーツ黎明期において、日本に本場のヨーロッパ流のモータースポーツを根付かせることに大きく貢献した。 1964年に鈴鹿サーキットで開催された第2回日本グランプリの名誉総監督として運営に対するアドバイスを行ったほか、千葉県船橋市に開設された船橋サーキットのコース監修を務めた。また、池沢徹や式場総吉などの当時の日本人トップレーシングドライバーに対するレーシングドライビングテクニックの講習を行うなど、その貢献は多岐にわたった。 晩年までたびたび来日している。ありがとうございます。